なんでやろな、何もしてないで私マジで、ほんまにシャンプーしかしない何もいつも通りのシャンプーじゃん、なんか黒くない、なんでやろな、最近背が伸びた、めっちゃ伸びてる、毎日伸びてる。いただきます。これは外そう。今日は、衣装準備してリハ映像も見て、リハのノート、いただきます。光加減かな、そうメイクルーム、黒くなる、お団子こんな感じに見える、下目のお団子してもらいました。かき氷ありがとうございます、うん、私は白ご飯から派、ちょっと私最近ソフトクリームありがとうございます、ブロッコリーお団子がやっぱさ楽なんよ、熱くない、どういう顔、ペンライトありがとうございます、あ、うまい、ブロッコリー入ってる、ハートありがとうございます、レインボーの星もありがとうございます。その高さによって結構雰囲気あると思う、ちょっと今日は大人っぽくしてみました。これからね身長が伸びてるの、ほんまに今後身長伸びる、足だけ伸びてほしいねん、ハズレハズレの猫やありがとう、今日は早口じゃない、マジ嬉しい、この調子で MC も頑張ります。お団子したらほんまに、あと服かな、大きめの服やから首長効果がすごい、コナンの映画見てくるの、いってらっしゃい、いってらっしゃい、ほんまにいいよ、多分ない手は返ってこんかもしれんけど、いい感情を多分持つと思うから、ぜひ見てください。ハズレツラさんありがとうございます。猫猫、私は昨日呪術廻戦を見ました、最新刊23見ました、苦しいってなった、すごいってなってる今、ほんまに心がすごいキューだから、今呪術廻戦で読んだ方には分かると思うけど、ちょっとめっちゃやばい、うん、ゲームクリアしましたよ、スプラトゥーン3、もともとラスボス以外やってたんですよ、ラスボスでマジで下手すぎて、ほんまにめっちゃくちゃ下手すぎて、ジャンプが下手やねん、ジャンプがイカをさ、ここからここにこうやって飛び乗るっていうのもできひんねんか、敵を倒すのはなんとか強行突破でわーっていけんねんけど、ほんまにこのジャンプをマジでできんくて、そこで10回ぐらい死んでる、いつの間に買ったの、実はねめっちゃ結構最初から買ってるんですよ、実はずっと買っててやってなかっただけ、あの任天堂オンラインみたいなのあるじゃないですか、あれに入ってないんですよ、だからヒーローモードはできるんですけど、クマさん紹介アルバイトとか、めっちゃ私アルバイト好きやねん、友達んちでスプラトゥーン2永遠にアルバイトしてた、実はゲットしてたんですけど、めちゃくちゃ前から、発売1ヶ月目ぐらいから、結構早めからね、1ヶ月は遅いかな、結構早い時からゲットしてたんですけど、任天堂ラインに入ってないからレベルも1やし、お金もう1個ずれんやし、でも任天堂ライン入りたい、頑張った、ありがとう、早口さまい、ゆっくり、私がちょっとおしゃれなサンダル買ってもらいました、うん、青いかっこいい、
ありがとう。ファイト、ありがとうございます。売れてる。おしゃれなサンドずっと欲しかった。今日の衣装は何色かな？緑ピンク。青を着たことあるんですけど。かき氷、いちご味、ありがとうございます。おしゃれなサンダル、厚底です。足長効果。ミヒは大変なさそうかもしれん。何だろう、今ね、メイクさんいました。うん、黄色絶対似合うと思うで、私自分で言うのもないけど、黄色着てみたい。ネイルした。結局ね、リハ前にね、ちょっとどうってみんなに聞いたんですけど、そこまでそんな感じだったので。アイスありがとうございます。チョコチョコ早く戻ってくるか、あかんな。落ち着いて。ハートありがとうございます。そう、千秋楽までに黄色も着たいし、千秋楽まで絶対あと1回は新キロしたい。絶対千秋楽まで新キロしたい。まあそう、任天堂ライン買ったら綾香とたくさんしたい、フレンドだって。めっちゃやりたいんですけど、ほんまに空いた時しか入れないんですよ。で、基本的にできるのが愛花さん、ジオンさん、美咲さん、弥生、みおちかな、そこら辺の子ができて、だからそこら辺の子が一人だけとかの時にできるんですよね。ひぼりありがとうございます。ペンライト水色ありがとうございます。人気量めっちゃ好き。めっちゃむずいけど、ダイスありがとうございます。ペンライトもありがとうございます。ダイスとかき氷ありがとうございます。そう、今度ね9日8期公演なので、ぜひぜひ皆さん、なんかやっぱり千秋楽までにね8期公演したいねって言ってて、結構できて嬉しい。早めにできて。ハートありがとうございます。千秋楽までにさ、8期ってなしたいな、できるかなって言ってたから、またしたい、できて嬉しいです。うん、うん、ぜひぜひ8期公演お越しください。申し込んでる。もうちょっとでね、次はいつか、31の次は、今日の次はね、その最後かもしれんから、8期公演もっとしたいけど。ハートありがとうございます。ネイル使ってます。いいねんで、結構気に入ってる。下手やけど、汚くはあるんですけど、自分でやったから、なんか色味的にはすごいいいのな。すごいなんかさ、視界に爪が入るためにウキウキしてる。ウキウキ。ハートありがとうございます。なまだあるかな。そう、まだあったい、欲しい。9日が最後じゃなくて、あと 2,3 回ぐらいしたい。初期公演こんな特に食べてしまったら歯磨きをされた。ハートありがとうございます。爪の見せ方がわからへん。ほんなら8月であるのかな。でも秋で9月も入るのかな。秋からやんか。え、普通さ、千秋楽があって初日かな、初日があって千秋楽があるかな。
団子が来ましたわ。ゆうちゃん。どうしたんだい。かわいい。ありがとう。かわいい。ゆうちゃん。今日は自分でメイクやったよ。そうなの？この辺。すごい。前髪もだね。前髪は自分でやった結果ちょっと断念して結局メイクさんにやってもらった。なんだよな、八木公園な、ちょっとやりたい。八木公園もうちょっとやりたい。グレそうじゃない？なんかな。どうする？なんかリハのさ、みんなの新チームのさ、リハの間間にさ、めっちゃ八木公園やってさ、待てーどうだ。9月半ばかな、10月かな。でもそうやな、え、周年がさ9月ラストにあるから、そこまでに、その後にあるか前にあるかやん、新チームの選手が結構大変やね。え、どうなるの。でもえ、コンサートとさ新公演のリハがかぶったらしあかんやな、やばいよな。はぁーだろ。でも公演でも結構まだ楽になってきた。マイクありがとうございます。ヒカルも一緒にね、 V2 は8ギガ多いので。そうだよ、嬉しい。何？八木、誰がおる？チャピとマコと？マコが副キャプテンやからさ。頭ちっちゃいな。嬉しい、ありがとうございます。新曲、あ、そう、新曲どうなんだろうな、爽やかな。めっちゃ無限大みたいな曲欲しい。無限大みたいな。見守られてます。え、アピールなるかな。ずっとね、八木公園八木公園。でもありそうだけどな。なあ、普通にマコの生誕八木公園がいい。あ、でも生誕八木なりがちじゃない。うんうんうん、なりそう。生誕八木で嬉しかった。かき氷ありがとうございます。12月26、めっちゃ覚えてる。ハートありがとうございます。キモ MV 欲しい。 MV 撮りたくない、うん、ちょっといない、うん、カメラの前でこれ似合うな。グッド、ありがとうございます。カバー外してるのか。そうね、外さ、はまらへんね。味噌の味だし。ブロッコリーが味噌味です。うん、動画としてさ、YouTube にアップされるのもいいよね。な、個人的に好きなのは、一番好きな MV は、ミュージックゴール。めっちゃ可愛い。ほんまに見てほしい。ご飯食べる、うん、元気の源。このくらいしかない。ご飯食べないと本当やっていけないですよ、私は。バイバイ。バイバイ。あ、もうまた変なことになりましたよ。失礼しました。ということでランキングを合わせていただきます。ランキングを読ませていただきます。はい、13位の方、パイポイさん、ありがとうございます。12位の方、トノピさん、ありがとうございます。11位の方、エタロウさん、ありがとうございます。10位の方、ボンさん、ありがとうございます。9位の方、おぎおぎさん、ありがとうございます。8位の方、夢に向かってさん、ありがとうございます。7位の方、みのるさん、ありがとうございます。6位の方、かるちゃんさん、ありがとうございます。5位の方、なわて、ありがとうございます。4位の方、つらさん、ありがとうございます。3位の方、しむさん、ありがとうございます。2位の方、KN さん、ありがとうございます。そして第1位は、じんくんさん、公演楽しみ楽しみ楽しみ、ありがとう、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。ということでね、そう、まこちゅうのね、まこの復帰公演なのでね、では頑張ってきます。
ありがとうございました。またね。バイバーイ。